24歳の日本人男性が代理出産で産ませたとみられる乳幼児がタイで保護された問題で、タイ国家警察は20日、男性側が提供した DNA 資料がタイ国内で保護されている12人の乳幼児のものと一致したことを明らかにしました。これはタイ国家警察が記者会見をして発表したものです。タイ警察によりますと、男性のタイ人代理人が18日に警察を訪れ、男性が乳幼児の父親であることを証明するために男性の頬の細胞だとする資料を DNA 鑑定用に提出したということです。タイ警察は今後男性から直接事情を聞き、必要に応じ男性本人から DNA 資料を採取することも求める考えです。